7月4日の開会式、各校が堂々とした入場行進を見せ、選手宣誓を行ったのは鶴丸の北川博之キャプテン。高校生らしくひたむきに先生堂々全力でプレーすることをここに誓います。大会初日から全校応援でスタンドを埋めた学校がありました。来年3月に閉校する中種高校、3年生しかいないため今大会は種子島中央とともに連合チームとして出場。当日の朝、種子島から駆けつけたおよそ130人の生徒らが声援を送った甲斐あって、チームは見事コールド勝ちで2回戦に駒を進めました。去年の夏もこの2人がバッテリーを組んでいた大島、入ってもらった。中学1年からコンビを組み、3年生の時に県大会で3位に輝くなど、互いのことを知り尽くしている2人。3回戦敗退に終わった去年のリベンジに燃えていましたが、仙台商工との初戦、いきなり試練が訪れます。試合前に話していたように緊張があったせいか、初回ワンアウトも取れないまま3連打を浴び先制されると、犠牲フライでさらに1点を奪われる苦しい立ち上がり。制球が乱れて、その時に大きい腕を振れたらよかったんですけど、全く腕が振れなくて。同点に追いつきたい大島は、相手のエラーから1点を返すと、ワンアウト2塁1塁のチャンスを作り、バッターボックスには前川をリードする川口。2-3 まで粘った後、絶対つなげる気持ちで打ったと、レフト前にしぶとく運び、試合を振り出しに戻します。5回にはマスクをかぶるその川口にアクシデント、右手薬指の爪を割ってしまいましたが、なんとかベンチから戻り、ワンアウト2塁3塁のピンチを好リードで無失点にしのぎます。その川口のリードのもと、ランナーを出すものの粘り強く投球を続けてきた前川でしたが、6回に1点を勝ち越され、さらに7回には一挙3点を奪われ、無念の降板。逆転を信じて後を平に託しますが、その平も踏ん張ることができません。最後は川口がサードゴロに倒れ、初戦を飾ることはできませんでした。もっと自分がうまくリードできたら勝てた試合だと思います。本当上に行きたかったです。甲子園行きたかったです。高校野球は何が起きるかわからない、そのことを印象付ける試合が今年もたくさんあった。例えば土壇場9回の逆転劇、4点リードで9回を迎えた川辺、0点に抑えていた先発の中原が屋久島打線に捕まり、一気に同点に追いつかれてしまう。これまでマウンド上では決して見せなかった弱気な顔。なおも2アウトランナー1塁3塁、ここで4番の斉藤拓がセンター前に弾き返すサヨナラタイムリー。全員がベンチから飛び出し、生還した3塁ランナーを迎える屋久島のライン。川辺、中原の163球目はこの夏最後の1球となってしまった。鹿児島工業の鮫島啓史キャプテン、3年前に甲子園で六甲旋風を巻き起こした時、同じくキャプテンを務めていた鮫島鉄心選手の弟で、ポジションも同じキャッチャー。初戦の相手は選手宣誓を務めた北川博之キャプテン率いる鶴丸。鹿児島工業は立ち上がりランナーを出すものの、盗塁を試みた相手を鮫島がすかさず二塁で刺し、チームを盛り上げる好プレー。2回にはその鮫島が相手のエラーで出塁、2アウト1塁2塁とすると、味方のタイムリーで先制のホームイン。去年の春に肩を故障し、半年ほど投げられない時期を経てようやく復調し、夏の大会を迎えた吉崎。鮫島のリードのもと、序盤こそ無失点にしのいでいたが、4回ワンアウト満塁としてしまうと、痛恨の押し出し。ここで吉崎は無念の降板。急遽登板した中木原も制球定まらず、逆転を許してしまう。なんとか意地を見せようと、
8回に上川地のタイムリーなどで1点差まで追い上げた鹿児島工業。最終回マウンドには再び先発した吉崎。ツーアウト二塁のピンチを招き、さらにリードを広げられそうになるが、センター下戸が懸命のバックホーム。鮫島がタッチしアウト。これ以上の点を許さない。9回裏は打順よく1番からの攻撃。なんとか自分までつないでほしいとの4番鮫島の願いかなわず。去年の準優勝に輝いた鹿児島工業は初戦で姿を消した。自分がキャプテンして、本当みんなが協力してくれてついていてくれたんで、本当周りの人に感謝して生きていたいです。去年の夏を制した鹿児島実業も例外ではなかった。初戦の相手は徳之島。2対2のまま試合は延長戦へ。球場の外、歩道橋からも試合を見守る光景が見られる中、9時試合開始、まもなく時計の針は12時を指そうというところで3時間を超えるゲームになってきそうです。ツーアウトランナー2塁1塁、セカンドランナー帰れば試合が終わります。2球目詰まりました。セカンド福永1塁へ、スリーアウト。徳之島高校12回裏もチャンス、ものにすることができませんでした。お互い毎回のようにスコアリングポジションにランナーを置くものの、固い守りで勝ち越しを許さない行き詰まる展開。そして迎えた延長13回、簡単にツーアウトを取った後、1回から投げ続けてきた鹿児島実業の先発小原田が内野安打を許し、ツーアウトランナー1塁。続く徳之島の6番木山の打球は高々と外野へ。風で打球が流されレフトが飛びつくものの届かず、エンドランをかけ好スタートを切っていた一塁ランナーが一気にホームへ。さよなら徳之島、さよなら勝ち。シード果実を下しました。徳之島のスタンドはナインに負けないほどの大盛り上がり。一方で徳之島を上回る12安打を放ったものの、20残塁に終わった鹿児島実業。チャンスでの1本、勝ちたいという気迫で徳之島の方が勝っていたと宮下監督は試合を振り返って、怪我してしまって、でも他の出るメンバーにもう頑張ってほしくてベンチの中から声かけてたんですけど、なんかチャンスで1本は出ずに、初戦は難しいなと思いました。今年の夏2つあった連合チーム、そのうちの一つが来年並行する栗野工業と牧園、それに霧島の3校の連合チーム。栗野工業と牧園にはそれぞれ一人しか部員がいませんでした。牧園がチームのキャプテンを務める岩下明君、栗野工業がサードを守る中上弘樹君、霧島の 1,2 年生を2人でまとめ夏に挑みました。七夕の日に行われた2回戦では中上くんが決勝点となるホームを踏むなど、終盤粘られるものの北部中央相手に1点差で辛くも初戦突破。勝利チームが試合後に歌える校歌は1校と決められているため、この日は岩下くんが牧園の校歌を歌いました。今日も勝って中上くんにも栗野工業の校歌を歌わせるという熱い思いのもと、4回戦はもう一つの連合チーム、中種種子島中央との対戦。グラウンドには両チーム合わせて5校のユニフォームが。それぞれが自分が着るユニフォームに誇りを持ち、いよいよプレーボール。初回に1点を失った霧島連合チームでしたが、4回好投する4番諏訪園くんが初球を叩くと打球はライトへ。好走塁を見せ一気に3塁まで進みます。ここで打席には巻き園のユニフォームをまとったキャプテン岩下くん。
またしても初球を叩くとセンター前へ。この回わずか2球で同点に追いつきます。直後の種子島連合の攻撃では、サードへの難しい当たりを中上くんが落ち着いて処理するなど守備が光り、 1,2 回戦コールド勝ちの相手を三者凡退。しかし5回に3点を挙げられ、再び勝ち越しを許してしまいます。この辺りから霧島連合チームの集中の糸が少しずつ切れ始めました。辛抱強く投げる諏訪園くんにも明らかに疲れが見え、さらに追加点を許すと諦めムードが漂うバックの守備。それを肌で感じたのか、ポジションのサードから自分以外は霧島の 1,2 年生で埋まる内野陣に檄を飛ばす中上くん。ここで負けたくない。キャプテンの岩下くんも守備位置のライトで声を上げます。それでも勢いづいた種子島連合を止められず、この回だけで6失点。さらにランナー2塁3塁、ランナー1人が帰ればその瞬間コールドゲームに。このイニングだけで2回目のタイム。しかし続くバッターの当たりは無情にもセンター前に落ちるタイムリー。連合チーム同士の一戦は中種種子島中央に軍配が上がりました。3校一緒にやってきて一番これまで良かったと思うことってありました？これ一生できたことですか？この仲間たちと一緒にできて良かったです。中上に最後に国の興行の効果を出すことができなくて残念です。今日はコールド負けっていう結果だったんですけど、本当に最高の仲間と一緒に野球をすることができてよかったと。そして岩下くんが一人になっても野球部を辞めなかったことで、監督としてこの夏を過ごすことができた松下幸男監督。俺の野球に来た、まあ、頑張った、私一人やったけど、まあ、この薬やりながらよ、まあ、頑張った。クリノ工業の森翔太監督は中上くんと二人三脚で毎朝ポジションであるサードめがけたノックの練習などを繰り返してきました。試合の序盤からかなりサードに強い当たり飛んでたけど、中上くんよく処理してましたね。ですね、今日一番の動きでした。最後の試合にやっぱ出てくれたので頑張った成果だと思います。牧園クリノ工業にとっての最後の夏は3回戦で終わりを告げましたが、部員1人になっても練習を続けた2人によって鴨池に2校の勇姿はしっかりと刻まれました。2人の思い、2校の思いは来年から共に戦った霧島高校に託します。部員が少ない中で単独出場にこだわったのが南種。町で唯一の高校は来年3月に閉校します。最後の夏はサッカー部を一足先に引退した2人を助っ人として招き、11人で大会に臨みました。そしてこの日は全校応援。チームにはもともとマネージャーはいませんでしたが、陸上部を引退した真田麻里奈さんがみんなをサポートするため6月から加わりました。今回残念ながらベンチ入りすることはできませんでしたが、その分までスタンドから試合を見守ります。お守りと手紙を渡して、頑張ってねって人一倍大きな声を出してみんなに届くように応援したいと思います。まあ、ベンチじゃなくてスタンドからの、まあ、みんな全校生徒と一緒の応援だよね。それを受けて今日どういうプレーしたいですか？まあ、スタンドにいる方々もみんなが心を一つに、まあ、つながっていると信じているので、みんなで、
この夏一生勝ち取りたいと思います。手作りのお守りには一人一人に君は頼りになるというメッセージ、それを大事にポケットにしまい、これからいよいよ初戦。注目の立ち上がりはエースの古市くんが2つの三振を奪う素晴らしい内容。3回に守りの連携ミスから1点を先制されますが、盗塁を狙ったランナーを刺し最少失点に抑えます。一塁側のスタンドを青く埋め尽くした南種の全校応援。声援に応えたのは1点差のまま迎えた6回でした。南種はワンアウト満塁とチャンスを作ると、6番川脇くんがライト前に落ちる2点タイムリーを放ち、一気に逆転に成功。さらに2点を追加し、この回だけで4点を奪うビッグイニングを作ります。しかし相手も同様粘りを見せます。終盤8回守りのミスもあって薩南工業に3点を奪われ、試合を振り出しに戻されると、そのまま延長戦へ。延長直後の10回、ヒットで出た勝ち越しのランナーを3塁まで進められると、続くバッターには左中間に運ばれ1点を許してしまいます。さらに連打を浴び、その差は2点に。最悪でも同点に追いつかないといけない、その裏の攻撃を前に、真田さんは応援していた場所からみんなの顔がよく見える南種ベンチの上へ。最後の夏、何としても一勝を。その一心で先頭の大脇くんが出塁します。続くキャプテン小妻くんはフォアボールを選び、ノーアウト一塁二塁。まだまだいける。ワンアウトとなった後、その気持ちが焦りに変わったのか、二塁ランナーが逆をつかれ、ここに来て停滞牽制アウト。もう一つのアウトも許されない。大会は3回戦へ。 KKB の中継も始まりました。カメラマンをはじめ多くのスタッフが携わる現場に入社1年目の鈴木理香アナウンサーが到着。おはようございます。おはようございます。何年見れましたか？睡眠はバッチリ。実はこの日が実況デビューの鈴木アナ。女子アナの高校野球実況はKKB の歴史の中で4人目です。いや、やっぱりあれでしょ、エース中心にしっかり抑えられればということですよね。そうですね、今までにずっと抑えてますもんね、しっかりね、うん、本番まで時間がありませんが、移動中もとにかく少しでも多くのことを吸収しようと必死なのがよく伝わってきました。試合の前に実際、どういうふうなことを考えているかということを感じておくことが大事で、それを頭の中に入れといて、実況の中で生かしていく。
反省しても後悔するな。ご利用ください。さて市民球場はどうなっているんでしょうか。今日実況デビューを迎えました鈴木アナウンサーお願いします。はい、鴨池市民球場第1試合3回戦鹿児島中央高校対加治木高校の試合が行われています。解説は鹿児島商工高校現湘南高校の野球部 OB 木村純一さん、そして実況は私鈴木理香がお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。バッターは8番の常浪くんです。必要な気がしますけどもね。さあ打ってきました。これは左中間を抜けていきました。ランナー1塁に、ホームに帰ってきました。1点をさらに追加して2対0。そして初めての実況中継も終了。さあ放送時間終了まで残りあとわずかです。この試合解説は鹿児島商工高校現湘南高校野球部 OB の木村純一さん、また解説は鈴木理香でお送りいたしました。それではこの辺りで市民球場から失礼いたします。どうできだよ。キャッチャーを相手チームじゃなくて今攻撃チームのキャッチャーを言っちゃったり、鹿児島中央高校のこと鹿児島高校って言っちゃったりミスがあったみたいで、ちょっと途中あっってなっちゃったんですけど、なんて言ったらいいんだろう、この説明できるっていうのは野球すごい好きなので楽しくできました。その自分のミスとかはこの夏3試合で実況を担当した鈴木アナ、球児たちとともに忘れられない思い出になったことでしょう。決勝戦の翌日、今世紀最大の天体ショー、皆既日食が観測できた喜界島。今年もマリンブルーのユニフォームを着た喜界ナインが鴨池を沸かせました。皆既日食でこの府警の方が16日までは実行されてるんですけど、まあ準決勝決勝まで残る気で覚悟を決めてきました。船がないので帰れないので、このまま勝ち進んで監督さんがもうそのまま兵庫に行こうって言ってるので、甲子園目指して頑張ります。楽しかったです。もう後悔はないです。最高の夏でした。一生の思いです。喜界高校の分まで頑張ってください。ありがとうございます。喜界高校のは一つもないけど、高校なんとか玉龍先岡です。あ、わかりました。そう、あれが復帰アゲルで。ありがとうございます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 。去年の優勝校、第3シード鹿児島実業がまさかの初戦敗退。今年の夏は序盤でシード校が次々と姿を消しました。
第4シード鹿児島商業は鹿児島城西と対戦。初回に6点を奪い、7回表が終わって8対0と大量リード。あっさりとホールドゲームになるかに思われた7回裏、悪夢が待っていました。エース藤崎康平が鹿児島城西打線につかまり一挙4点を失うと、2番手今夜もその勢いを止めることができず、わずか2イニングで同点に追いつかれてしまうまさかの展開。両者譲らぬまま迎えた延長12回裏、ツーアウト一塁二塁のピンチ。バッターはここまでノーヒットの2番重久。打ち上げた打球センター方向、ぐんぐん伸びるか、取れません、センター取れない、セカンドランナー帰って今さよならです。野球の怖さを思い知らされた一戦でした。やっぱり6点取ったので7回もあるかなと、ゴールドもあるかなと思ったんですけど、やっぱりそこは相手の諦めない気持ちの方が上でした。自分がしっかり投げないと勝てないっていうぐらいの気持ちを持って投げてました。自分たちの中ではもう優勝しか狙ってなかったので、ここで負けると思ってなくて信じられないです。打ちました、見事に弾き返しました。3番バッター臼山タイムリーヒット2対1、まあ、高校野球ってやっぱ何が起こるか分からないなっていうのがまあ正直な感想なんですけど、自分が全部悪いと思うんで、まあ、チームに迷惑ばっか最後までかけてしまって、本当に申し訳ない気持ちいっぱいです。選手たちだけでなく、チームを率いる監督たちもそれぞれの思いで今年の夏を迎えました。鴨池で夏の大会初采配となった元プロ野球選手の青木和義監督。高校卒業後、九州産業大学を経てプロ野球の西武ライオンズに入団しました。8年間の現役生活を経て引退後に教員免許を取得。今年4月から念願だった母校の泉中央高校の監督となり、後輩たちを熱血指導しています。初戦の2回戦は樽水にコールド勝ち、そして迎えた3回戦、自身高校以来となる県立鴨池球場でのゲームでした。4対1と3点を追いかける泉中央は7回、ツーアウトながら二塁三塁のチャンスを作ります。ここで9番小田くんがライトオーバーの2点タイムリースリーベースを放ち、1点差まで詰め寄ります。北薩大会で敗れた相手になんとか雪辱を果たしたい泉中央でしたが、8回に再び大きく突き放されてしまいます。最後まで諦めない泉中央は9回ワンアウトから2者連続ヒットで2塁3塁とチャンスを広げると、前の打席でもタイムリースリーベースを放った9番小田くん、センター前へ弾き返し2点差まで詰め寄ります。しかし泉中央の粘りもこれまで、青木監督の初めての夏が終わりました。監督になってこうやって帰ってきてですね、本当一球一打にこうドキドキというか、本当に緊張するというか、本当に選手の頃より監督の方がもう大変だなというのが痛感していますね。今後ですね、もっともっと鍛え上げていいチームにして、まあいい成績ですね、収められるようにこれから頑張っていきたいと思います。長い指導者生活にピリオドを打とうという一人のベテラン監督の姿がありました。市木真嗣監督、60歳。現役時代は鹿児島高校の外野手として1967年の夏の甲子園に出場。監督としては仙台や錦江湾など合わせて5校で球児たちに自分が肌で感じた
甲子園の素晴らしさを伝えながら指導してきました。もう一度あの夢舞台へ、最後の教え子となる国分ナインと共に鴨池での戦いに挑みました。苦戦が予想された初戦の串木野に完封勝ちを収め、勢いに乗った国分。エース一つ松くんを中心とした固い守りと少ないチャンスを確実にものにすることで2回戦3回戦を突破します。そして迎えた4回戦、相手は去年の優勝校鹿児島実業を倒して波に乗る国分島。試合は4回途中1時間12分に及ぶ雨の中断が明暗を分けました。3点を追う国分は試合再開後ツーアウトランナー二塁一塁として代打の切り札木上君。雨の中断中、一木監督にチャンスになったら起用すると言われ十分に気持ちを高めていた木上君。監督の起用に見事に応えます。さらに4番鶴崎君、右方向三塁ランナー、そして二塁ランナーまで帰ってきました。同点。互いに1点ずつを取り合い迎えた7回、代打下入佐君のタイムリー内野安打でついに勝ち越しに成功。最後までこの1点を守り抜き20年ぶりとなるベスト8進出を決めました。一木先生最高っていうのはもうだいぶ前から分かったんで、まあ、一日でも多く長く野球をできればいいなと思います。夏はやっぱり生徒たちが本当に一生懸命になってくれていいこうプレゼントしてくれてるなと思ってですね。準々決勝は550人の生徒がスタンドで全校応援。初めてのベスト4をかけて第6シードの鹿児島南と対戦しました。試合前、全校応援をプレッシャーに感じずいつも通りのプレーをしてくれればと話していた一木監督。しかし初回からエース一つ松くんが鹿児島南の強力打線につかまります。序盤から小刻みに得点を奪われ6回表を終わって5対0。ここまで鹿児島南のエース栗巻くんの前にノーヒットに抑えられていた国分。なんとか意地を見せてほしいと一木監督のかつての教え子たちがスタンドから必死に声援を送ります。10年前に金光庵高校であの野球部時代に受けましたけど一木先生の指導で、まあ、そこまで行けることができたんで、まあ、国分高校もここまで一木先生の指導で来てるんで、まあ、なんとか頑張ってほしいですね。まあ、総勢15、6人は来てると思います。20年ぶりにベスト8まで来てくれてですね、まあ、OB たちも非常に嬉しいのでみんなで一つになって応援頑張りたいと思います。するとスタンドの願いが届いたのか6回裏、この回先頭の福田君打ってきました。三遊間破った、初ヒット、国分高校に初ヒットが生まれました。続く2人のバッターが送りバントを決め三塁までランナーを進めますが3番竹下君が三振に倒れチャンスを生かせません。直後の7回表にさらに1点を失い7点のリードを奪われた国分。これまで自分たちのために精一杯指導してくれた一木監督のためにもこのままコールドで夏を終わらせたくない。ライトの前に落ちた、ライトが後ろにボールを飛ばしています。バッターランナー一塁キャンパス蹴って二塁キャンパスも蹴る、三塁まで行く、助かって。そしてこの夏のラッキーボーイ6番林くん、ライトへ
ました。国分高校林の犠牲フライ。ベンチそしてスタンドも一体となって戦い、なんとかコールドは免れた国分。9回もワンアウトからの3連打で満塁のチャンスを作りますが、叩きつけたショートが取る6-4-3のダブルプレイ、試合が終わりました。その瞬間数多くの高校球児とともに戦い過ごした27年間の監督生活が終わりました。夢がいっぱいになって今は何も本当に感謝しています。本当にありがとうございます。はい、よっしゃ。自分の青春ですよね、鴨池っていうのは。準決勝に勝ち上がったのは第1シード神村学園、第2シード湘南、第7シード鹿児島南、そしてノーシードの鹿児島城西。決勝に勝ち上がるのはどの2校か。春の選抜に出場した神村学園、甲子園球場でもホームランを打った4番大畑、今大会もここまで2ホーマーとチームにとって頼れるスラッガー。打ち上げました。右中間、球は伸びる伸びる伸びるぞ、ライトは取りました。スリーアウト。すごい当たりだったですね、ぐん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 球が伸びましたが、これは右中間の球、ライトが取りました。1点ビハインドで迎えた6回、2人のランナーを置いてここまで2打席ノーヒットの大畑。打ち上げた右中間、風に流されます。センターが取りました。犠牲フライ、ランナーは動けません。犠牲フライにはなりません。またしても出塁できず、1点差で迎えた9回、第1シードの底力を見せ一打逆転のチャンスを作るが、続くバッターがセンターフライに倒れ、神村学園の春夏連続出場は夢に終わった。おー、来い、弁護できんかった。ありがとう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 。全力出し切って。本当、初回から4番の仕事っていうのができなくて、本当小池をもっと楽に投げさせてあげたかったんですけど、本当自分打てなくて本当申し訳ない気持ちでいっぱいです。この仲間と野球ができて最高の夏だったと思います。鹿児島南のエース栗巻、ここまでの4試合をほぼ一人で投げ抜いてきた。立ち上がり気をつけたいと話していた湘南の1番3番を歩かせてしまうと、4番の貞岡にセーフティーバントを決められ、いきなり満塁のピンチ。ここで後続に連続タイムリーを浴び、いきなり2点を先制される苦しい展開。2-0、湘南リードのまま迎えた6回。ノーアウトランナー3塁1塁です。スクイズ！キャッチャーが取る！ダブルプレイ！ピンチを切り抜けたかに思えたが、後続を抑えきれず追加点を奪われる。マウンドに集まる内野陣、そこで栗巻は笑顔を見せながら、このピンチを一丸となって乗り切ることをもう一度確認したようにも見えた。するとその裏、鹿児島南はヒットでランナーを出し、打席にはここまで粘り強く投げてきた栗巻。外ですね。その外のボール、ライトがバックする、ライトがバックする、ライトがバックする、その頭の上を越える、三塁コーチャーを両回している奥村が帰ってきました。
この回さらに1点を加え再び2点差まで追い上げる。7回は2アウト満塁と長打が出れば同点の場面を作り、打席には再び4番栗巻。三振、トラチが勝ちました。点差を6点に広げられ迎えた9回2アウト、最後のバッターにはなりたくない4番栗巻。詰まりました。セカンド一塁へ、スリーアウト、試合終了。試合後、栗巻と空知の両エースがどちらともなくお互い駆け寄った。優勝しろよという一言です。一緒に練習してきたこの仲間たちにはどんな声をかけたいかな。もう今まで本当わがままな自分に、ついてきてくれて本当ありがとうという言葉を伝えたいです。9年前と同じ顔合わせとなった今年の決勝戦、4年ぶりの甲子園を目指す湘南、初優勝を目指す鹿児島城西。2回、湘南は初スタメンの茂木が塁に出るが、続く7番山村が3バント失敗。さらに8番空知、いいバントです。セカンドに行く、一塁ランナーフォースアウト。久保田の好フィールディング、いい判断です。準決勝まで26の犠打を誇る湘南の野球を封じられる苦しい展開。湘南のエース空知も4回にこの試合2本目となるヒットを当たっている下に浴び先制のピンチ。しかし後続を落ち着いて三振に切って取り、序盤は決勝にふさわしい投手戦。その裏、湘南はワンアウト一塁三塁と先制のチャンスを迎えた場面で、ベンチの長谷山監督がサインを送る。スクイズ、三本間にランナー挟まれる、タッチはアウト。スクイズ失敗、そして強殺プレーでアウト。湘南高校、大きな大きなチャンスを逸してしまいました。するとその直後の5回、空知は鹿児島城西の久保田にヒットを許すと、続くバッターに送りバントを決められ、スコアリングポジションまでランナーを進められる。1番バッターの永田、セカンドグラブの下、2塁ランナー3塁間パスを蹴って、久保田が帰ってきた。1番永田、鹿児島城西高校決勝戦先制タイムリー。追いつきたい湘南はその裏、この試合3回目のノーアウトのランナーを出す。スリーバント、いいバントです。久保田は二塁送る、アウト。またしてもチームの持ち味を生かせない。それでもヒットとようやく送りバントを成功させ、ツーアウト二塁三塁とし、打席は6番茂木。今日は2打数1安打、2試合連続、今度はランニングホームラン。一気に逆転に成功した湘南、しかし直後の6回ツーアウト一塁からタイムリーツーベースを浴び、点差はわずか1点。9回、鹿児島城西にヒットと送りバントで同点のランナーを2塁まで出されるが、詰まりました。一塁へ、試合終了。勝ったのは湘南、4年ぶり県勢最多17回目の夏の甲子園へ。
はい、甲子園に行ったからといってスタイル変えても似合わないし、今のままの野球でいきたいと思います。先制点を取るまでは1点もやらないつもりで投げてたんですけど、まあ、1点取られてだけどもすぐ返す勢いでもう最初失点に抑えようという気持ちでした。いやもう嬉しい、もうその一言です、はい。今月2日、湘南高校では壮行会が開かれた。4年ぶり17回目の甲子園で持てる力をすべて出せるよう全校生徒からエールを受ける。甲子園では皆さんの力を借ります。その力を自分たちの支えにして甲子園では全力でプレーしていきます。開幕まで6日となったこの日、ナインは甲子園に向けて出発した。